例えるなら、あ、ほら、友達同士で喧嘩した時に会うことも話すこともお互い避け続けてたら、そのまま友情が終わってしまう。現状のフォンテーヌとスネージナへの外交関係は悪くないものだと言えるだろう。だからただの例えだよ、例え。それに今は情報さえ不十分なんだ。直接話し合ったとしても仲直りどころか絶交になる可能性もある。いずれにしたってそこまで深く考えなくていいんじゃないかな。古墳、神の選択とは、たとえ一時は歓迎を許すものではなかったとしても、いずれその卓越性が明らかになるものなのだよ。それに面会の時は君もいるわけだろ。何かあったとしても君なら臨機応変に対応してくれるはずだ。法廷以外の場における人との交流は私の得意分野ではない。それに私も面会に参加するなど一言も言っていないが。来ないのか。いやいや、ダメダメダメ、一人でなんか行くもんか。一緒に来てもらうぞ。絶対に君も連れて行くからな。フリーナ殿、よもやこの件について私に言えない事情があるわけではあるまいな。ないない。ほら、僕ってフォンテーヌの水神様で、魔人名はフォカロルス。人々に愛され尊敬される正義の神なわけだろ。だからこの件はただ単に僕がそういう方向に進展させたいってだけで、とにかく深く考えないでくれ。今面会の手配をしてくるから。